今シーズン最大のゲーム差がついています。1位のオリックスと2位のマリーンズ。打ち上げて場内は大きくな声が上がりましたが、ここはセンターが見えていない。その後ろにポテンと落ちました。2塁ランナーがホームイン、そしてバッターランナーも3塁まで行きました。戻ってきた森友哉、ハッピーバースデー。結果的にはこれがタイムリー。今日はセンターの藤原のところ、なかなかハードラックです。マリーンズ上がった瞬間、清水さんちょっと両手広げてましたね。そうですね、もう上がった瞬間から見えてなかったんで、もしかするとその一つ目のプレーも中川選手のセンターフライも、はい、ちょっと見えてないんじゃないかなという感じしますね。ちょうど今言うと